でもし、まあ、エニーカラーの創業以来急成長できているというのであれば、もう理由は白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はエニーカラー株価どうなるというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論は下がるというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずということで、まあそもそもエニーカラーって、まあ、どんな会社なのかということなんですけど、はい、まあ、VTuber の運営会社ということですね。まあ、VTuber っていうのはバーチャル YouTuber ということで、まあ、実在してないんだけど仮想上のキャラクターがですね、まあ、結局、まあ、動画配信をするということですね。はい、その運営会社ということです。はい、具体的にはということでですね、まあ、実際にですね、まあ、動画配信をしてくれる、ライブ配信をしてくれる配信者はですね、まあ、個人事業主なんですよね。で、その個人事業主の方とエニーカラーが、まあ、業務委託契約っていうのを結んで、そしてその配信者ですよね、まあ、YouTuber です。まあ、バーチャル YouTuber の、まあ、採用教育支援っていうのを行うということですね。だから、まあ、YouTuber、もっと言うと、まあ、VTuber さんの、まあ、結局マネジメント会社というのが、まあ、エニーカラーという会社ということです。はい、またということで、まあ、エニーカラーの、まあ、主な収益源というのは、まあ、4つあるということですね。はい、1つ目は、まあ、YouTube 関連ということです。はい、なので、まあ、YouTube 上でライブ配信をして、まあ、それでですね、まあ、収益を上げるというのが1つ目ということですね。はい、なので、まあ、広告主企業がですね、まあ、Google に、まあ、お金を出しますということですよね。で、それで、まあ、結局 Google 経由でですね、まあ、エニーカラーにお金が入ってくるということです。まあ、単純に、まあ、YouTube を見てくれる人が増えれば増えるだけ、まあ、結局、まあ、エニーカラーはですね、まあ、Google 経由で広告料を受け取ることができるということです。はい、その広告っていうのは、まあ、Google AdSense というふうに呼ばれているものということですよね。まあ、それ以外で YouTube 関連っていうのであれば、まあ、例えば VTuber さんのファンの方々と、まあ、コミュニティを作って、まあ、月額いくらみたいな感じの、まあ、メンバーシップ料金を、まあ、Google経由で受け取ったりとか、あとはまあ今回の、まあですね、まあ、VTube に関してはまあライブ配信が中心ということなので、まあ、ライブ中にですね、まあ、いろんな人が好きなように、まあ、コメント書いたりチャットを、することができるわけですけど、中にはですね、まあ、有料でですね、要するにこう配信頑張ってくれている、まあ、VTuber さんに対して、まあ、お金を、ね、出して、まあ、コメント書いてくれたりするわけですよね。まあ、そういうスーパーチャット、スパチャットというふうに呼ばれていたりするものですけど、まあ、そういったもので入ってくるお金っていうのが、まあ、YouTube 関連の収益ということです。はい、こちらの方はですね、まあ、Google AdSense もメンバーシップも、まあ、スパチャもですね、まあ、基本的には利益率ほぼ、まあ、100% に近い、まあ、要するに Google が受け取る手数料以外は、まあ、全て利益ということになるので、まあ、一番利益率が高い、まあ、利益面での、まあ、収益の柱っていうのがこの、まあ、YouTube 関連の、まあ、収益ということですね。はい。で、まあ、二つ目っていうのは、今度は販売ということになります。はい。こちらの方はですね、やっぱり原価がかかるわけですよね。実際、こうね、実体物っていうか、まあ、例えば T シャツとか、明らかに、ま、実体物があるものなので、まあ、原価がかかる分、まあ、利益率に関しては、先ほどの YouTube 関連よりは、ま、低いということです。ただ、売上の額ですね。まあ、利益ではなくて、売上の額という形で見ると、まあ、エニーカラーの売上の 47% ということで、まあ、利益の柱は YouTube 関連。売上の柱はこのグッズ販売という形になっています。はい、こちらの方は基本的にはファンが、まあ、エニーカラー所属のですね、まあ、VTuber 二次三次の、まあ、グッズというのを買うわけですけど、まあ、ただですね、まあ、そのインターネット上のお店ショップっていうのをですね、まあ、例えばソニーのですね、まあ、ソニーミュージックの、まあ、結局ソニーミュージックショップに、まあ、出店していたりとか、あとはピクシブのですね、まあ、お店、インターネット上のサイトにですね、まあ、お店っていう形で出店していたりするので、だから、まあ、ソニーミュージックとか、まあ、ピクシブに対してですね、まあ、いわゆるこうインターネット上の家賃みたいな感じでですね、まあ、お金を払っているということです。はい、そして3つ目ということで、今度はまあイベントということで、まあね、VTuber とファンの方々が、まあね、インターネット上、そしてまあリアル、そのまあリアルとインターネット上の両方で、いや、まあ集まって行うまあイベントですよね。まあ、このイベント開催で上がる売上っていうのが、まあ、売上全体の約 6% ということです。はい、これは基本的にファンがですね、まあ、イベント料金、イベント参加代っていうのをまあエニーカラーに払うということになるわけですけど、まあ、一部のイベントっていうのは、
例えばソニーミュージックとの共同開催っていうのをやったりとか、あとはまあリアルとネットを同時にですね、やるということになると、まあ、YouTube 上でのライブ配信ということになるので、まあ、Google に一部手数料を払うという形になるということですね。はい、で4つ目ということで、今度は企業案件を行うということで、まあ、例えばこれは一つの例としては NTT ドコモのアハモとですね、まあ、今度は、エニーカラーの二次三次という VTuber がですね、まあ、提携してですね、一つの案件ですよね、要するに広告っていうのを動画配信をするということですね。はい。まあ、これは、ま、ええね、結局、依頼主、企業があって、まあ、こういうね、広告を動画っていう形で、もしくはライブ配信っていう形で、ま、広告してほしいという、まあ、そういう企業、依頼主からですね、まあ、案件を受けて、まあ、それでですね、まあ、収益を得るというのが4つ目ということになります。はい。まあ、例えば、提携広告ですよね。まあ、企業から依頼を受けた、ま、内容に合うような、まあ、そういう動画っていうのを配信する提携広告ですね。あとは、ま、例えば、VTuber の、ま、二次三次というのが、まあ、一つのですね、まあ、キャラクターとしての、まあ、知的財産権になっているので、まあ、その二次三次というキャラクターをですね、まあ、何らかの、商品ですよね、に、まあ、キャラクターとして使わせてほしいということがあれば、まあ、企業の方からあれば、まあ、それを許諾して、まあ、ライセンス料を受け取るとかですね、あとは、まあ、VTuber としてですね、まあ、結局、例えばテレビだとか、まあ、雑誌だとかですね、っていうのに、まあ、出るということであれば、そのメディアに出た分の、まあ、メディアへの出演料とかっていうのが、まあ、4つ目のまあですね、まあ、企業案件経由の収益というふうになっているということです。はい、なので、まあ、エニーカラーっていう会社はですね、やっぱりこう VTuber の運営会社ということですよね。だから、この VTuber がですね、まあ、何らか活動したら、ですね、まあ、その収益っていうのを、まあ、自分たちマネジメント会社としてのエニーカラーと、それぞれ配信をした、まあ、ライブ配信をしたこの VTuber さんたちと、まあ、シェアをするという、まあ、そういう事業構造、ビジネスモデルになってますということです。はい、そしてですね、まあ、エニーカラーの株価なんですけれども、はい、まあ、ピークから考えると、まあ、現時点では6割下落しているような、まあ、そういう株価推移になっていますということですね。で、なぜ下落したのかっていうことなんですけど、まあ、端的に言うならばもう期待過剰ということです。要するに投資家の方がエニーカラーに対して、まあ、期待が過剰だったということですね。はい、すなわちということで、まあね、エニーカラーが持っている、まあ、潜在的な利益創出能力、まあ、これを実力というふうにした場合に、まあ、その実力以上にですね、まあ、株式市場の方が、まあ、期待をしたということですよね。それは表現を変えるならば、利益の創出能力である企業価値に比べて時価総額の方が高かったということです。はい、ってことは当然価値と時価っていうのが、まあ、釣り合ってないので、だから、まあ、結局企業価値に向かって株価の方が下落していっているという状態ということですね。はい、では今後はっていうことなんですけど、はい、ということで、まあ、今後を考えていく上でですね、まあ、エニーカラーの企業分析っていうのを、まあ、より深掘りしていきたいと思います。はい、使うですね、まあ、考え方としては5つの競争戦略っていうのを使っていきたいと思います。はい、1番新規参入の脅威ということで、まあ、今回はですね、まあ、VTube というのが一つのですね、まあ、業界ということになるわけですけど、まあ、この VTube 業界に、まあ、新規参入してくる、脅威っていうのは、まあ、どれぐらい強いのか、または弱いのかということですね。はい、2番目は代替品の脅威ということで、じゃあそもそも VTube っていうのを必要としない、まあ、別の商品サービスっていうのはどれぐらい出てくる可能性があるのかないのかということですね。で、3番はこの、まあ、VTube ビジネスというのをやる、まあ、エニカラーにとっての、まあ、売り手仕入れに当たるような、まあ、企業会社の、まあ、価格交渉力っていうのはどれぐらい強いのか、または弱いのかということですね。はい、で4番は業界内の競争環境ということで、まあ、狭く見れば VTube 業界、広く見れば YouTube 業界ですね。で、もっと広く見るっていうことになると、もうこれは娯楽全般ということになりますが、まあ、今回は VTube 業界、そして YouTube 業界という形で、まあ、どれぐらい競争が激しいのかというのを考えてみたいと思います。はい、そして5番は買い手の交渉力ということで、じゃあ、ね、実際ですね、まあ、エニーカラーにお金を払ってくださるですね、まあ、消費者、もっと言うとファンの方々のですね、まあ、価格交渉力っていうのはどれぐらい強いのか、または弱いのかというのを見ていきたいと思います。はい、では1番、新規参入の脅威ということで、まあ、VTube 業界に対しての新規参入ですね。はい、こちらはもう熾烈ということです。はい、まあ、個人事業主に対する参入障壁っていうのは、まあ、初期投資で言うと、まあ、この動画を撮ってる時点で、まあ、約5万1700円ということですよね。はい、プラス、まあね、知るべきことを知ってるかどうかというだけということです。だからめちゃくちゃ参入障壁は低いということですよね。まあ、やろうと思ったら、まあ、はっきり言ったら誰でもできるということです。はい、まず
初期投資っていうのはですね、まあ、この場合はですね、まあ、パソコンとかスマホだけじゃなくて、まあ、VR ゴーグルがいるんですよね。なのでまず VR ゴーグル、もし本当に自分が VTuber として動画配信をしたい、ライブ配信をしたいということであれば、まあ、投資が必要になると、まあ、VR ゴーグルに対しての、まあ、投資が必要になるということです。はい、まあ、この動画で言うならば、まあ、この動画を配信している時点で言うならば、まあ、約5万1700円の、まあ、初期投資っていうのが必要になるということですね。あとはですね、じゃあどうやってですね、まあ、そのね、自分自身ではなくてですね、仮想のバーチャルキャラクターとして、まあ、動画配信、ライブ配信をすることができるのかという、まあ、その、ね、知るべきことっていうのがあるわけですよね。なのでその知識っていうのをまあ、少し、お勉強する必要があるということです。はい。それを支援するためのですね、まあね、サイトっていうのはいっぱいあるので、まあ、そのサイトに実際登録してですね、まあ、実際 VR ゴーグルをかけて、ですね、まあ、はっきり言ったら、まあ、少しこう知識として勉強しながら、あとはもう実際自分の体を動かして、自分の、リアルの生の、まあ、手の動き、足の動きっていうのと、実際その画面に映ってる、まあ、バーチャル YouTuber の動きっていうのを、まあですね、まあ、同期していく、連動させていくっていうのをまあ練習すれば、まあ、はっきり言ったら誰でもできるということです。本気でやろうと思ったらまあ誰でもできるということです。つまり参入障壁はほぼゼロに近いということですよね。まあ、やってみようと思うかどうか、または本当にやろうと思っているかどうかっていうことで、本気でやろうと思ったら、まあ、今の10代20代だったらほぼ全員がやることができるぐらいのまあ参入障壁しかないということです。はい、次にということで、今度は代替品の脅威っていうことなんですけれども、はい、これは熾烈ということですよね。はい、だから消費者にとって YouTube っていうのは、まあ、無限にある娯楽のただの一つの選択肢にしか過ぎないということです。はい、まあ、リアルで行った時にですね、まあ、例えばディズニーランドとか、まあ、USJ とか、まあ、そういうテーマパークみたいなのはいっぱいあるし、まあ、ネットって言ったとしてもですね、まあ、インターネット上にはまあホームページもブログもですね、まあ、例えば Facebook も Instagram も Twitter も YouTube も TikTok もいっぱいあるわけですよ。うん、だから もしくはもちろんテレビ、新聞、雑誌、ラジオっていうのもあるわけで、もうね、何で、まあ、自分の時間を楽しむかっていう、もう娯楽って言ったら、これはもうほぼ無限にあるわけですよね。まあ、映画とかもですし、ね、もちろんビデオとかですよね。まあ、そういったものもあるし、もう無限にあるわけです。まあ、無限にある中の一つなので、まあ、仮にですね、まあ、YouTube っていうのがこの地球からなくなったとしても、まあ、はっきり言って困る人はほぼいないということですよね。だったら別の動画サイトを見ればいいやとか、だったらテレビ見ればいいやとか、映画見ればいいやとか、まあね、DVD ブルーレイ見ればいいやというふうになるので、だからまあ代替品はもう無限にありますということです。はい、その中で実際自分のですね、まあ、例えば今回はバーチャル YouTuber として、まあ、動画配信、ライブ配信をしてそれを見てもらうということであれば、まあ、代替品っていうのはまあ無限にありますよねということです。はい、そしてまあ次は売り手の交渉力っていうことなんですけど、これは強いということですね。はい、これはまあエニーカラーはですね、まず YouTube 関連はまあ Google っていうのに依存してるということですよね。はい、だからまあ結局自分たちがですね、広告料の 100% っていうのを受け取ることはできないということですよね。あくまでも Google の手数料を除いたその残りっていうのをまあ受け取ることができるので、まあ、この Google に対してエニーカラーがですね、まあ、価格交渉するってことはできないということですよね。まあ、Google が決めただけの手数料を Google は受け取りますということです。あとはまあキャラクターグッズの販売っていうことになると、まあ、ソニーミュージックと、まあ、ピクシブのですね、まあ、インターネット上のオンラインショップに、まあ、出店しているっていう形になっているので、なると、まあ、当然ソニーは、まあ、決められた、まあ、金額、まあ、割合ですよね。何円っていうよりも、まあ、何パーセントっていう割合はもう決まっているということです。はい、そこに対してですね、エニーカラーが例えばソニーミュージックとか、まあ、ピクシブに価格交渉をするっていうことは、まあ、できないということで、まあ、ある意味インターネット上のですね、まあ、毎月決まった、まあね、家賃みたいなのを払ってる感じになるので、だからまあね、もっと下げてほしいとかっていう交渉力を、まあ、エニーカラーがまあ持ってるっていう状態ではないということです。はい、そして4番の業界内の競争環境ということですけど、これも熾烈ということですよね。はい、まあ、VTube っていうのは YouTube の一ジャンルに、まあ、過ぎないわけですよ。うん、だから消費者の立場からすると、まあ、無限の YouTube 動画の、まあ、一つに過ぎないということですよね。うん、やってる側はこれは YouTube の中でも特別な VTube だっていう、まあ、そういう認識なのかもしれないですけど、見る側からすると、まあ、区別してないわけですよね。YouTube の中に、まあ、本当に無限のですよね、もういろんな
なジャンルのいろんな動画が無限にある中の、まあ、一つに、まあ、過ぎないわけです。だから VTube 同士で競争してるっていうんだったら二次三次ですよね、まあ、エニカラーの二次三次っていうのは、まあ、強いブランドなのかもしれないですけれども、まあ、YouTube 全体から見れば、まあ、ごくごく一部のですね、まあ、キャラクターでありコンテンツですよねということですよね。だから、まあ、実質 YouTube のですね、まあ、全 YouTuber と競争してるっていうふうに考えるともうこれは熾烈だということですよね、うん、もう本当に何百万人と、まあ、競争してるっていうような感じということです。はい。そして、ということで、まあ、今度は、ま、5番目、買い手の交渉力っていうことですけれども、はい。これは弱いということですよね。まあ、例えば、そのエニーカラーの、ま、売上面で見たときに、ま、大きいのがですね、まあ、例えば、グッズ販売だとか、あとは、ま、イベントだとか、まあ、そういうですね、まあ、ファンから直接お金を受け取るという、ま、のが中心だったりするわけですけど、じゃあ、その、エニーカラーが展開している、ま、二次三次という VTuber に対して、お金払う人ってどんな人ですかって言ったら当たり前ですけど二次三次の大ファンだけなわけですよ、うん、大ファンしか絶対お金は払わないんですよね。二次三次のグッズを買うとか二次三次のイベントに参加するとかっていうのはもう大ファンだけなわけですよ、うん、だから大ファンしかお金払わないんで逆の言い方をすると大ファンはその VTuber 二次三次に価格交渉しないわけですよね。いやこの T シャツ4000円はちょっと買えないですとね、3500円に負けてもらえませんかとかっていうのはやらないですよね。もう4000円で買いたいか買いたくないかっていう、まあ、単純な二択なので、そういう意味で、まあ、ファンははっきり言ったら、まあね、VTuber 二次三次に価格交渉はしないということで、まあ、この交渉力は弱いということです。はい。でここまでを、まあ、一旦まとめるとということなんですけど、はい、まず新規参入の脅威はこれは熾烈だということですよね。本気で10代20代で、まあね、この VTube っていうのをやろうと、ね、自分は VTuber としてバーチャル YouTuber として、ね、動画配信しようライブ配信しようと思ったらもうこれはできるということです、はい、だからもう参入障壁っていうのは事実上ゼロということですね、はい、で代替品の脅威っていうのはこれは熾烈だということですよね、まあ、YouTube っていうのはですね、まあ、非常に大きな動画プラットフォームではありますけど極論なくなったとしても全世界80億人の人たちはまあ全然今日も明日も生きていけるということです、はい、そしてまあ売り手の交渉力としてはこれは強いということですよね。もう決まった割合のまあ手数料っていうのをまあエニーカラーは Google なりソニーミュージックなりに払う必要があるということです、はい。でまあ、業界内の競合環境としては、まあ、これは熾烈ということで、まあ、VTube の中ではですね、まあ、二次三次は強いかもしれないですけど YouTube 全体っていうふうに見れば、まあ、単なる一 YouTuber のグループに過ぎないということです、はい。そして5番は、まあ、買い手の交渉力、これは弱いということですね、まあ、ファンは買うか買わないかのも二択なので、まあ、買いたいファンであれば、まあ、交渉なしで、まあ、その決まった金額で買うということですね。はい。まあ、つまり、エニーカラーの事業っていうのは、まあ、市場が小さいので、まあ、エニーカラー以上の大手は参入してこないということですね。まあ、エニーカラーはですね、まあ、こういう理由でですね、自分たちは競争優位性を持ってますと、参入障壁がありますというふうに説明してるんですけど、それは大手に対してだけなんですよね。大手は確かに参入してこないと思います。なんでかって言ったら、市場が小さいからということですよね。YouTube は大きいですけど、VTube は小さいので、だから、売上がですね、まあ、例えば何兆円とか何千億とかっていう企業がですね本気で取り組むような、まあ、そういう事業じゃないということです。だから確かにエニーカラーより大きい企業に対しての参入障壁っていうのはあるのかもしれないんですけれども、はい、個人事業主に対しての参入障壁っていうのはもう事実上ないということですよね。もうはっきり言ったらまあ、ね、大学生がアルバイト代で買うことができるぐらいの VR ゴーグルをなんとかできればですね、まあ、はっきり言って誰でも配信することはできるので、まあ、あとは本人の意欲とかやる気の問題ですよね。だからまあそういう意味ではもう事実上その参入障壁はないということです。はい。ゆえにということで、まあ、今後5年10年ですね、まあ、エニーカラーがまあ利益成長を続けるためのですね競争優位性っていうのがないということです。はい。だからまあ企業っていうのはずっと続いていくわけですよね。今だけ企業を経営してるわけじゃなくて5年後も10年後も15年後も20年後も企業経営してるわけです。そういうふうにまあ、ね、長い目で見た時にですね、まあ、この VTuberっていうのははっきり言って優位性がないということです。もうはっきり言って血みどろの戦いっていうことですよね。
つまり、まあ、ビジネスモデルの本質としては、まあ、競合のウームと、まあ、同じということです。ウームはですね、まあ、VTuber じゃなくて YouTuber ですよね。まあ、はじめ社長さんとか、もしくはね、ヒカキンさんとか、ああいった方々の、まあ、YouTuber の、まあ、マネジメント会社っていうのがウームですよね。で、まあ、今回のエニーカラーっていうのは、まあ、VTuber のマネジメント会社なわけですけど、まあ、はっきり言って一緒ということです。まあ、事業構造、ビジネスモデルとしてはということですね。はい。で、もし細かい違いがあるということであれば、それはまあ知的財産権っていうのをどちらが持ってるかっていうくらいということですよね。はい。まあ、ウームの場合はですね、まあ、YouTuber 本人が持ってますということです。はい。だから、まあ、はじめ社長さんは、はじめ社長さんっていうキャラクターは本人が持ってるわけですよ。だから、万が一ですよ。まあ、実際、今後未来将来のことはわかんないですけど、まあ、将来、例えば、はじめ社長さんがウームを仮に辞めたということになったとしても、はじめ社長さんははじめ社長さんとして、今のチャンネルで、まあ、はじめ社長として YouTube の配信を続けるってことはこれできるわけですよ。なんでかって言ったら本人がはじめ社長っていう知的財産権を持っているんで、だからその名前も、まあ、仮にウームを脱退するっていうことがあったとしても、まあ使い続けることができるわけですよね。はじめ社長っていう名前も使い続けることができるし、そのチャンネルも使い続けることができるわけです。はい。だから、まあ、ウームの方が、まあ、はっきり言ったら、まあ、ウームから YouTuber が脱退するっていうのを止める力っていうのが、まあ、弱いということですよね。まあ、だから、YouTuber からすると、まあ、ウームに払う、まあ、手数料っていうのと、まあ、実際自分一人でやるっていうのを、まあ、いつも天秤にかけて考えるってことが、まあ、しやすい、まあ、そういう、まあ、弱さっていうのを、まあ、ウームは持ってるということです。はい、対して、エニーカラーの方はですね、これはですね、エニーカラーの方が持ってるんですよね。うん、だから、まあ、例えば、バーチャル YouTuber なんで実在してないわけですよ。だから、こういうキャラクターでっていう、その、例えば見た目の絵だとか、もしくは名前だとか、まあ、そのキャラクターが持ってる世界観だとかっていうのは全部エニーカラーの方が企画して設定してるわけです。で、チャンネルに関してもエニーカラーが持ってるわけですよね。ってなると、エニーカラーと業務委託契約をした個人事業主さんっていうのは、まあ、例えば今までですね、まあ、例えば何らかの仮想の、まあ、バーチャル YouTuber としてチャンネルを育てることができたとしても、エニーカラーを脱退するということになると、まずその、まあ、キャラクターは使えなくなるし、名前も使えなくなるし、そのチャンネルで配信を継続するってこともできないんですよね。だからエニーカラーを脱退しにくいわけです。実際 98% ぐらいの、まあ、個人事業主さんっていうのはエニーカラーとの業務委託契約っていうのを続けてるっていうのはそこにあるわけですよ、うん、せっかく今までですね、まあ、仮想の、まあ、キャラクターとはいえ、まあ、何らかのファンっていうのをですね、まあ、100人1000人1万人みたいな感じで、まあ、作るということができたとしても、それはエニーカラーの方が知的財産権を持っているので、だから、まあ、やめにくいということですよね。それをやめてしまったら全く別のキャラクター、別の名前、ですよね。でもう一回新規でゼロからチャンネルを立ち上げ直さないといけないということがあるので、まあ、エニーカラー所属の、まあ、バーチャル YouTuber の方がエニーカラーを、まあ、脱退しにくい、まあ、続けるしかないっていう、状態に、まあ、なっているということです、まあ、逆に言えばそれぐらいしか違わないっていうことですね。はい。しかし、ということで、まあ、競争優位性がないっていうことですよね。YouTuber って別に UM に所属してなくても、エニーカラーに所属してなかったとしても、いっぱいいるわけですよ。いっぱいいるわけですよね。まあ、はっきり言ってそんなに難しいことじゃないので、まあ、本人のやる気と意欲みたいなところっていうのがすごく大きいので、もう完全なですね、どこにも所属してない YouTuber の方がいっぱいいるわけですよ。で、その人たちと戦ってるわけですよね。ってなった時に、まあ、結局その UM に所属してるから、とかエニーカラーに所属してるからっていうその競争優位性っていうのは、まあ、ほぼゼロに近いということです。はい。だから、まあ、参入タイミングという流行だけの勝負ということですよね。だからウームもですね、まあ、結局 YouTuber っていうのが一つの仕事、一つの職業みたいに、まあ、認知されるって言った時に、まあ、例えばはじめ社長さんとか、もしくはヒカキンさんとか2011年ぐらいから YouTube やってるわけですよ。本当に YouTube の、まあ、日本市場においての、まあ、導入期みたいな時からやってる人たちなわけですよね。だから、まあ、結局その導入期から成長期に、行った時の、まあ、波に、まあ、乗ることができた。だからウームも、まあ、上場した時は最初は株価上がりましたということですよね。で今回の、まあ、エニーカラーにしても、まあ、VTube っていうのはまだですね、まあ、はっきり言ったら YouTube 全体の中では、まあ、珍しい側なわけですよ、まあ、だから導入期みたいな、まあ、そういう、まあ、時期なわけですよね。だから、まあ、最初上場してしばらくした時に株価ぐっと上がったわけですけど、
まあ、でもはっきり言って流行だけの勝負なので、まあ、そのブームっていうのが過ぎ去ってしまうと、まあ、結局まあ株価の方は急落してしまう、下がってしまうと、まあ、そういうの流行タイミングですよね。だから今流行る、これから流行る、今流行ってるみたいな、まあ、そういう流行勝負っていう意味では、まあ、はっきり言ってウームとエニーカラーの本質的な違いっていうのはないということです。同じだということですね。だから、まあ、競合ウームの株価っていうのがですね、まあ、一回グッと上がったんですけど、まあ、結局それはまあブームみたいな感じで、まあ、現時点ではこの動画を配信している時点ではピークに比べたらもう8分の1にまで下落しているということですね。で、まあ、本質的にまあウームと同じ事業構造を持っているエニーカラーもですね、まあ、株価っていうのはまあはっきり言って上がらないということです。まあ、一言で言うと競争優位性が弱い、もしくはほぼないということですね。で、まあ、投資家にとって、まあ、株式投資の対象としては、まあ、次こそはではなく、まあ、今度もまたかという、まあ、流行ものということですよね。だブームに乗ってる時っていうのは株価もぐん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 上がるわけですけど、いざそのブームが冷めてしまった時っていうのは株価急落してしまうっていう、いわゆる流行ものということです。はい。当然ということで、まあ、企業っていうのはですね、まあ、市場の大きさ以上に大きな存在にはこれ絶対なり得ないということですね。はい。で、まあ、例えで言うならば、まあ、市場っていうのは池の大きさですと、でいうことですよね。で、魚っていうのはまあ企業の大きさっていうことで、じゃあその魚ってどこまで大きくなれるんですかって言ったら、最大市場の大きさまでしか大きくはなれないということですね。はい。たとえ YouTube 全体は市場として大きかったとしても、 VTube ですよね、バーチャル YouTube に限定すれば、まあ、市場はめちゃくちゃ小さいし、まあ、今後そんなに大きくなるような市場でもないということですよね。やっぱりどこまで行っても10代20代の人たちの世界なわけですよ。うん。だからこの、まあ、VTube っていうのがなんかね、40代50代60代70代の人たちに、まあ、大人気になるってことはもうこれはもう考えられないので、はっきり言って、うん、だから10代20代の人たちの世界なんですよね、まあ、この VTube っていう世界は。ってなると、まず日本って考えれば明らかに人口が少ないわけですよね。うん。で、まあ、それで、まあ、エニカラーはですね、まあ、例えばアメリカとかっていうのも展開で、まあ、やっているわけですけど、当然アメリカはアメリカで VTuber っていうのはやろうと思ったら誰でもできることなので、どこまで行ってもどの市場に移ったとしても競争優位性が低いっていうのは変わらないわけですよ。ってなったらもうこれは若い人たち限定の世界観なので、ってなったら、まあ、やっぱり広がりっていうのが小さいんですよね。うん。なので、まあ、はっきり言って VTuber に限定すればもう市場は小さいということです。 YouTube 自体はこう、あの、ね、年齢層っていうのはすごい広いわけですよ。それこそ3歳4歳5歳の、ね、子供たちも見ていれば、70代80代90代の、ね、年配の方々も見てるんで、 YouTube 全体で、まあ、受けると、YouTube 全体で、まあ、伸び、広がる、拡大できる、成長できるっていうんだったら大きいかもしれないですけど、 VTube っていうのは、まあ、どこまで行っても10代20代の若い人たちの世界観なので、それだったらもう市場は小さいということです。まあ、今後の伸びもたかが知れてるということですね。で、もし、まあ、エニーカラーの創業以来急成長できているというのであれば、もう理由は簡単で、まあ、エニーカラー自身が市場に対して今まで小さかったということですよね。だ、毎年毎年何パーセント成長みたいな感じで急成長できてたのなんでですかって言ったら、それは本人がですね、企業自身が小さかったからということです。だから市場の大きさまでは大きくなれる可能性があるんで、だから今までは急成長できてましたということですね。で、もしですね、まあ、市場相応まで大きくなることになったならば、まあ、成長速度っていうのは一気に鈍化するということですよね。もう要するにその市場の大きさまでしか企業は大きくなれないんで、で、まあ、VTube 市場って小さいし、まあ、今後の伸びもたかが知れてるわけですよ、市場全体で見ればですね。だからそう考えた時に、まあ、成長速度っていうのは、まあ、いずれ鈍化するということです。はい。むしろということで、まあ、今後新規参入してくる、まあ、無数の個人事業主からですね、まあ、利益を守る、まあ、防衛線へと変わっていくということで、まあ、今現時点でですね、まあ、例えば二次三次所属のですね、まあ、VTuber さんって結構稼いでるんですよね。うん。だから、まあ、一人一人の VTuber によってだいぶですね、まあ、もちろんね、二極化しているわけですけど、平均で言えばですよ、平均で言えばエニーカラー所属の、まあ、VTuber っていうのは売り上げで見たら一人2億以上稼いでいて、まあ、利益で言ったら7、8000万ぐらい稼いでるわけですよね。ってなったら、個人事業主として売り上げ2億で利益に
1,000万って言ったら相当魅力的な個人事業主ですよね。もちろん売上何兆円とか何千億とかっていう大企業が勝負するような事業じゃないですけど、個人事業主って考えると売上2億で利益が 7,000万って言ったら相当魅力的な事業なわけですよ。ってなれば当然これから入ってくるわけですよね、当たり前に。ってなったらじゃあその、ね、入ってくる無数の個人事業主とエニーカラーっていうのは戦うということになるので、だから利益成長っていうのがですね、いずれ鈍化してあんまり伸びなくなっていくということです。はい、要するにエニーカラーはですね、まあ、今までは急成長してました、数字上もということです。ただ5年10年15年って事業を続けるための、まあ、競争優位性っていうのは持ってないんで、だから今までのような急成長っていうのは続かないということですね。はい、であればということで、まあ、エニーカラーの利益創出能力から見積もれる企業価値はということで、まあ、1063億になるということです。はい、ではですね、まあ、株式市場の評価であるエニーカラーの時価総額はいくらで評価されているかということなんですけど、1606億で評価されているということです。はい、だから割高ということですね、価値に比べて時価が高いということです。はい、株式市場は短期では単なる人気投票機、しかし長期だと価値測定機ということで、はい、エニーカラーの今後の株価はですね、5250円が3477円まで下がるというふうに予想します。はい、ということで今回はエニーカラー株価どうなるというテーマだったんですけれども、結論は下がるという結論を出しています。はい、もし今回の動画ですね、あなたの役に立ったということであれば、高評価、チャンネル登録、そしてメルマガ登録ですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。こうも